教会に入り込んで私を挑発するとは、よほど自らの力に自信があるのか。いずれにしてもただならぬ殺気でした。悪いつぼみもいいつぼみも花を咲かせるまではわからないからね。ええ、司教試験の正式ルートで入ってきたものを素性だけで追い出せません。こちらから手を出すわけには。ふん、好きに泳がせておくさ。いざとなったら俺がやる。なーに、俺が守ってやる。明日の訓練に触りましてよ。あ、はい。今夜はゆっくりお休みなさいませ。はい。シスターロザリーかわいい。でもシスターリーベルおっかね。何か。大丈夫かしら、今年の受験生たちは。数年経てば、あの方々の中から立派な司教様がお育ちになりますよ。どうでしょう、年々レベルが下がっているような。大丈夫ですわ、シスターリーベル。だってフルー様でもやってらっしゃるんですから。それもそうね。ああ、うるさい。そんなことしてもあいつは戻ってこないぞ。たく、ミルクでも飲むか。この優しくしてやれば調子に乗って。そんなにあいつが心配か。ファーザーって人もフラウも、何なんだ俺を守るって。いいのか、本当に信じて。さあ、今夜も特訓ですよ。はい。今日はテイト君の精神力を鍛えましょう。昨日の特訓であなたは2本目のバクルスを破壊しました。あなたの財本は爆発的な瞬発力を持っています。今まで叩き込まれてきた最短で敵を殺す能力がそうさせているのか。しかしバクルスを扱うために必要なのは心の強さを一定に持ち続けることです。まずは
教会の周りを走っていただきましょう。走る？それだけでいいの？それだけではありません。苦しさに耐えることで己に打ち勝つ精神力の向上へつながるのです。カストルさん、そんなテイト君のために優秀なサポーターを用意しました。見てる、夢に出そう。彼らと競争してビリにならなくなったら特訓は終了です。最初から俺が負ける前提かよ。よるな。そういえば本物のフラウは？彼は夜の方が忙しいのです。それではテイト君の走るレールを作って差し上げましょう。この上を走ればいいの？そうです。ですが踏むと2メートル飛ばされるので気をつけてください。先に！常に一定のシールドを貼り続けながら走るってこと？察しがいいですね。ではそのまま、よーい、ドン！速っ！血の気の多い子は教えがいがありますね。さあどうでしょう。あえて挑発に乗って差し上げたのですが。あれは。人生に平坦な道などありません。はい、よーどん。にこやかにスパルタ。クロイリ様、チャンスでは。完璧な陣形だね。護衛が多すぎる。焦ると勝機を逃しちゃうよ、ハルセ。ごめん、置いてっちまって。小学生のくせにこんな深夜まで。あれは戦闘用スクラの烙印じゃないか。道理でザイフォンの量が半端じゃないわけだ。こいつのこと小学生とか言っちまったけど、ひょっとして小学校にも行かせてもらえなかったんじゃ。あ、悪い、起こしちまったか。そいつ、お前がいない間落ち着きなくて大変だったぜ。こいつは俺のダチの生まれ変わりなんだ。別に信じなくてもいいんだぜ。お前の兄弟みたいだな、そいつ。だろ、俺はこいつのために試験を受けるんだ。訳ありか。ああ、御影は俺に初めて手を差し伸べてくれたダチだった。初めてお前に会った時、霊を書いてすまなかったな。俺もお前のファミリーを悪く言ってごめん。お前はどうして奥家の坊ちゃんなのに司教試験を受けるんだ？実はきっかけは母様がコールに侵されてしまったことからなんだ。父様、今この町にバルスブルク教会の巡回司教様がいらっしゃるのです。その方に頼めば母さんはきっと。バカ者、気高き多く一族の者がコールに取り憑かれるなどあってはならないことだ。カメが汚れるのを恐れ、母様は部屋に監禁されてしまった。神様、どうか母様をお助けください。あれ、僕いつの間に寝て、
もう大丈夫だ。母ちゃんを大事にしてやりな。母様、消えてる。ありがとうございます。あなたはいない。きっと神様が僕のお願いを叶えてくださったんだ。軍人か政治家以外はオーク一族として認めない。だが俺は絶対に父様と同じ道になんか進まない。あれはフラウ司教だったと思う。フラウ司教は俺のことを覚えてないようだけど、俺はあの方のように少しでも誰かの役に立ちたいと思っている。ハクレンはすごいな。自分の意思で家を出て自らの道を歩もうと決めている。早く寝ないと体に良くないぞ。おやすみ。おやすみ。おめでとうございます。プロ用のバクルスを差し上げましょう。あの人形たちに使ってごらんなさい。上等だ。それが基本形です。飛ばしてごらんなさい。初めてまともに出た。そのバクレスを本格的に扱うのはまだ難しいはず。しかし体を極限状態に追いやることで帝都君に無駄がなくなっている。よろしければそちらの方もご一緒に練習しませんか。俺はこいつが寂しがっていたので届けに来ただけです。パルピャン、俺たちの練習に付き合ってくださるなんていい司教様だな。ああ、カストルさんって言うんだ。現れましたね。うん、すべて綾波様がおっしゃった通りだ。見つけたよ、ゼヘル。いきなり襲ってきやがった。こいつ一体。こいつはバルス。コールに三つの願いを叶えられちまったやつの慣れの果てだ。この間教会で殺されたアルドだな。ハクレンは。よかった、無事なんだ。ありがとう、フラン。この同胞殺しが。チッ、逃がしたか。申し訳ございません。なぜアルドの死体が消えたのを黙っていた。罪人の死体など誰も引き取り手がないものでつい報告を。死体安置所の番は常時3人だろう。あとの2人はどうした。アルドが神の罰を受けたことにビビって教会から逃げちまったんじゃないかと。逃げただ。バカな奴らです。俺たちみたいな人殺しが逃げ込める場所なんて教会しかないのに。三つの願いを叶えるのと引き換えに魂を手にしたコールはその抜け殻をも乗っ取りバルスに進化する。この世に存在するあらゆる生物を媒体に実体化して
人を襲うようになります。しかしアルドはコールになど取り憑かれておらんかったはずだ。ということはこの事件にバルスファイルが関与している可能性がある。バルスファイル、黒魔術師か。そんな。最近教会の近辺でコールの飛来を多く見かけます。不吉の予兆なのでは。まさか古の予言が。口が過ぎますぞ。黒魔術を扱う者は必ず死をもってあがなうのが断りである。まずいな。原因はおそらく一つしかない。ミカエルの瞳を知るのは私たち三人と教皇ジオ大司教だけ。今他の司教たちに情報を漏らすことはできない。でもテイト君が狙いならわざわざアルドを殺さなくても他にやり方があるのでは。ヴァルスファイルか。一体何を企んでいる。テイト、寂しくないですか。一緒にお歌を歌いながら帰りましょうか。僕、母さんがいなくても寂しくないよ。だってファーザーがいるもの。あなたは私の宝物ですよ、テイト。しんしんと降り積もる雪の匂いに埋もれながら、あのファーザーって人に手を引かれて歩く。その思い出はいつまでも淡く儚くて。ここはどこだ。怪我とかないか。何をする貴様。それは俺のセリフだ。お前はもう俺のそばにいたらダメだ。俺を狙ってきたに違いない。俺をかばったせいで危うくお前が死ぬところだったんだぞ。フラウが助けてくれなきゃ今頃お前は棺桶の中だ。フラウ司教が。さすがは俺が見込んだお方。聞け。でもなんでお前フラウ司教を呼び捨てなんだ。それよりなぜ助けた。ああ、つい条件反射で。もうあんな真似するんじゃねえ。お前にどんな理由があるのか知らないが、いついかなる時でも闇から人間を救うのが司教の使命だ。だから俺は逃げない。闇がお前を狙うならなおさらだ。なんでそうなる。お前が自分の命を懸けて俺の手を一番最初に掴んでくれたからだ。共に戦う理由として十分だが、戦友。差し伸ばされた手に戸惑ってしまったのは、また失ってしまうのなら、この手で守れないのなら。悪い。なんでだろう。この手のひらより胸が痛い。テイト、今のお前、俺と最初に会った頃のお前に戻ってるぞ。お前に望むことは何もない。でもできることなら俺と過ごした時間、俺と出会ったことを無駄にしてほしくない。見かけ。ねえみ、フラウ、フラウ司教。ああ、フラウ、ゆうべのバルスって使い魔の一種なのか。そうだな。一般的にコールが人間の魂と体を乗っ取った状態、それがバルスだ。魂を持つこと、体を持つこと、それがこの世に存在するための絶対条件だ。コールは闇の力を使って人間の願いを叶え、その代償として魂と体を奪う。でも何のために。奴らはフェアローレンがこの世界で復活するための苗床、主の血となり肉となるためにこの世界を闇で満たそうとしているのさ。バルスに取り憑かれた人はどうなるんです。魂を抜かれた動く死人になる。バルスに進化しちまった奴らを救うには、奪われた魂ごと浄化させるしかねえ。ま、バルスを浄化できるくらいになったら司教としても一人前だな。ありがとう、フラン。うん。
あの日の俺は本当に無力だった。でも這い上がるんだ。差し伸べられた手を今度こそ守るために。お前どんなやつだったんだ。パロピャ、ハクレン。うん、今はまだそんなに力はないが、俺がお前を守れるぐらい強くなったら太刀になってほしい。バカだな。なんだと？ラブラドールのやつ、勝手なこと言いやがって。どうしたラブラドール、こんなところに呼び出して。フラウ、お願いがあるんだ。テイト君の手を絶対に離さないで。分かってるよラブ、やっぱり無理やり部屋に返しとけよかったぜ。あれは拷問だぜ。聞いてんのか。おい、早く夜になればいい。一晩中ホテル続けた右腕の熱を誰かに吸い取ってほしい。遠い懐かしき景色、優しい雪の香り、途切れ途切れの記憶を紡いで道を探す。少年は贖う。迫り来る魔の手に惑い裏切られても、遠い記憶の中に見る光は果たして真実か偽りか。教えてお花さん。